日本語を仕事にも活かせる、また自分の研究にも活かしていける夢を追い続けていきたいなと思います。国際日本学メジャーというのは、こう世界の中から日本を見る視点を養って、でその日本の伝統であったり文化をこう世界に発信していく力を養うということが目的のメジャーです。私は高校の時から、俳句を始めました。その俳句っていうものもこう日本だけじゃなくて、今世界でも注目されるようになってきています。なのでただ日本の中だけで終わらせるのではなくて、世界とのつながり、また世界に発信していくっていうことを考えた時に、あの国際日本学メジャーがあるということをこう知りましたので、このメジャーを選択しました。大学に入って、この自分が高校から本当に夢中になれた俳句っていうものをこう自分の学びの軸にすることができるっていうのが、何よりもあの今は楽しいことです。日本の、あの伝統文化でもありますので、こう楽しみもそうですし、こう学問的というか研究の分野でも何かこう世界に発信していけたらいいなと思っています。文学部の国際日本学メジャーに入れて本当に良かったなというふうに思っています。本当にこう個性的な友達であったり、先生方も本当にあのこう学びたい、知りたいっていう気持ちにあのどこまでも応えていってくださる方々がたくさんいらっしゃって、もし入らなかったら自分は絶対後悔しただろうなっていうふうにあの今は思っています。豊かな人間性っていうものを持って、あの社会に貢献できるような人間になっていきたいなと思っています。